そういえば宮殿の兵士が噂話をしていました。陛下が各社として名を立てられるよう、今はなすべきことをこなしていきましょう。スヴェン公使より耳寄りな情報が入りました。何でも王宮内に怪しげな荷物が運び込まれたと。受け取り人は大臣のアロルドという男で、その荷は明らかに公的なものではなく、アロルドは人目を避けるようにそれを受け取っていたとか。その荷がディーサの企てに関する何かである可能性はそれなりにあるでしょうな。夜スヴェン公使がアロルドを自室に招き、アロルドを部屋から連れ出してくださいます。その隙に荷物の件を調べていただきたい。いかがですか？お引き受けいただけますか？真夜中から明け方にかけて大臣の私室の鍵を開けさせます。何か怪しいものがないか調査していただければ。やるべきことは一つ、なすべき仕事の完遂。ベルンワース城に向かいましょうか。各社様。各社殿ですか？警備長から話は聞いております。ついてきてください。立場上警備は続けねばなりません。いざ荒事の際はご容赦を。どうかお気をつけて。それは私どもには、アロルド様と二人でと望まれたということは、それだけ内密の話なのでは。ようやく私におもねった方が得だと悟ったのかもしれんな。後期のお人形にしてはいい心がけだ。アロルド様、そのような発言は。ふん、構うものか。誰かに聞かれたとて私に逆らえる者など王宮にはおらん。いいか、ヴィルヘルミナが来たら部屋で待っているよう伝えておけ。けど大事な話なんだ、各社王の即位について。なるほど。ですがそのような話ならば皇帝様も同席すべきでは。似つかわしくない人がいるわね。どこから入り込んだのかしら。おい、誰だ。誰か外にいるのか。あらあら、
ら、ダメじゃない。そんな邪魔をするなんてね。こんな時は一体どう対処すべきなのかしら。ウィルヘルミナ様。うん。じゃあ失礼するわね。今日は外でしたい気分なんですって。でも人目があったら決して楽しむことはできないのよ。その意味はあなたにもわかるでしょう。申し訳ありません。せめてお相手の方のお名前を。詮索しない方がいいんじゃない。あなたの首が飛ぶかも。知ってるでしょ。もちろんです。失礼しました。私は何も見なかったと報告いたします。危ないところだったわね。彼が簡単に騙される男だったことを幸運に思いなさい。女の行動に理由を尋ねるものではないわ。そうしたいからそうしただけ。また私に会いたくなったらお店にいらっしゃい。安くはないけどね。もう行きなさい。おしゃべりの続きならまた別の場所でね。瞑想でもしたくなる感じ。陛下が各社として名を立てられるよう、今はなすべきことをこなしていきましょう。この印象は隣国のバタルのものですな。今は国交はないはずなのですが、書かれているのは約束通りカンナギの声を進呈する。ついては計画の遂行の時までにメルベ村の確保を急がれたし、それだけのようです。しかしこれでディーサがバタルと通じて何かを企んでいるのは間違いないと見ていいでしょう。現在は落ち着いていますが、バタルとは過去に幾度か戦争を行ってきた間柄。事実だとすれば由々しき事態と言えるでしょう。しかしカンナギの声とは果たして何なのか。それにメルベの確保とは。私の方でも調査を行ってみましょう。陛下はメルベに向かわれてみてはどうですか。ディーサラの狙いの一端でも分かればこちらも動きやすくなりますからな。それとこれをお受け取りください。ロギンの足しにでもしていただければ。ファズス、この男について気に留めておきましょう。被害を見せんか。これでベルント殿に報告できますね。何をしたものか。ああ、いらっしゃいませ。想像の3倍楽しませてあげるよ。下働きばっかりだ。平和よ。